あ、はい、皆さんご紹介いただきました一般社団法人未来、稲嶺つもると申します。今日は初めての人が多くてですね、で各界からの、玉木先生の、辞任ということ で私はずっと 長く福祉活動および運動をやってきましたので、まず、時間、まあ、短時間で恐縮ですが福祉の分野からちょっと話していきたいと考えます。で私たち一般社団法人未来はですね、創業9年半なんですが、私自身が、まあ、30年近く福祉事業をずっと、まあ、福祉活動をやっておりましてですね、最近玉木先生になってもうかなり福祉の政策がずさん、もともと玉木先生の前に福祉事業に関してはすごく凝縮して申し上げますが、完全に最後の利権なんですよ。まあ一概に言えるんですけど、例えばパッて申しサクッて言いますと、戦前から売春防止法、これは童話得た日にの例えば東北の一部女の子たちがそういう売春というのかな、そういうところに売られたりして、そういった部分を助けていこうというところからどん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 男女参画 LGBT ほとんど最後の運動事業です。で私は、まあ、玉木先生とは別にもうちょっと今日はマスコミ、まあ、何でもいいですけど福祉事業所ですね。例えば私たちは一般社団法人未来、今の障害を持っている方々120数名をずっとの雇用促進してまして、まあ、もっと申し上げますと刑務所からの出所者、元暴力団、あるいは殺人犯、あるいは DV ホームレスの構成、名前まで言えないんですけど、自殺の片付け全部無償でやってきました。で職員が30名いるうちの15人以上が元 A 型 B 型の障害者雇用です。皆さん法定雇用ってありますね。 2.7% 50% 以上ですよ。福祉事業というのは公金もらって、私どもね障害持っている人たちの自立が目的です。これ一方で決まった、これ障害者総合支援法というんですけど、どんなに一生懸命やっても生活保護を外して雇用しても共産党からやるなって言われる。うつ病を治したら病院のクリニックの先生からうつ病を触るなって福祉だって、本当は思い出したら腹立ってますけどでそういうような設備の B 型事業者は5000円生活保護を取らせて、 B 型で13万かな、グループホームで10何万、毎月1人の人から30何万円事業者入るんですね。これと給料5000円ですよ。本当にも 年収6万ですよ。この2000、この警察は何千万ですよね。同じ人間がだよ、うちの家がだよ、絶対我慢できないですね。それでもってね、毎月ね、普通福祉事業所って教員が持って 4,5 年に1回しか監査とか調査来ないんですけど、私どもはですね毎年3回です。そして厚生労働省からも来ます。コロナ一昨年は会計検査まで来ますよ。なんでかって言ったら国会議員属議員ってやつですよ。裏でですね、こういう連中が一生懸命福祉やればやるほど潰そうとするんですよ。皆さんどう思います？しかもですね、分かってるよ、ちょっと待っとけや。これもね、東京でね、これは NPO 法人、これも問題っていうのがあったんですね。東京都福祉保健局、これは厚生労働省の皆さんの税金を東京都が受託して普通入札しますよ。ところが勝手に NPO コラボとか若草とかボン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 叩くってですね、暇さらあからっていう一人のゲームクリエイターに潰されますよ。東京都の福祉保健局は解体です。福知事が責任取って首、責任者を小川さん諸島に、こんなことを東京都で賄ってるんですよ。ある議員が私に、沖縄県、この障害福祉もね、こういうことあるかと、結果、議員がですよ、名前まで言われるんですけど、そしたら、福祉部はうんともすんとも言わない、怒って相談あったんですよ。だったら住民監査請求するかって、訴状ともやるかっていうところまで来てます。っていうのがあってですね、で、最近、いろいろ、実地調査、関西行って、結局何もない、そして最近、おとなしいなと思ってですね、行った矢先に、中間悟先輩と生まれて初めてチャンダル魚沖合に出たんですね。
そしたら先輩が俺に一部副市長してくれと言いよって、先輩何入るの、先住民とかね、国民だ、それは俺別々だと思ったんですよ。一瞬で話したんですよ。あ、いややばいな、またいじめるなと思ったら、案の定今度また実地取ってきて終わっちゃうのよ。ゴールデンウィーク返上で1000万引き戻されてました。そってする理由で相当怒ってですね、裁判所に持ってますから、頭にきて、これが現状です。玉城県政になってですね、もうさ、しかもコロナ後半年間で1000万だよ、考えられます。コロナ後は中央官庁みんな、緩和措置やってます。うんともすむともやるんですね。本当に裁判手前まで来たんです。そしたら今度今週の水曜日県の課長を作るというから、デリも連れてこいこの野郎って頭にいるっていうのがですね、実際にこれが福祉から見た今の玉城県政の多分ですね、佐藤さんとその、チャンネルさんから出て、その1週間後に CPAC で、こういうアメリカの共和党の日本の支部があるんですね、そこでイベントがあったんですよ。その直前に監査です。完全に終わったんだよ、去年のもの。完全にやるわけですね。どんなに一生懸命福祉 やればやっても、その県の福祉部はですね、ポカーンとして、なんの評価もないんですよ。完全に頭にきてますから。だからそういった意味では、ちょっと、福祉から見た玉城県政、やめた方がいいと思うんですね。でですね、じゃあなぜこれを、ちょっとこれ、私はですね、本当に政治家にしたって、ジャーナリストにしたって、いろんな身内、確かに政治家いたんですけど、どんなに訴えてもみんなポカンとして本気で動かないんですよ。誰か動く人いないかいないかって探してたときに、ある日、中野悟のことを見つけたんですね、ネットで。この人はいろいろ沖縄県の、沖縄のことでね、いろんなことをやってて、とっても尊敬するなって、いつかお会いしたいなってずっと思ってました。そのところが、ある日、ご紹介できてですね、で、佐藤さんが来年、あ、この人は沖縄県だけじゃなくて、本土の方でも頑張ってほしいなと。で、ちなみに、後から分かったんですけど、中村佐藤さんのお母さんが、以前私のおじさん、参議院3期やってたんですけど、本当に協力してもらって、3期もできたということで、でうちの両親からもぜひ恩返ししなさいということも大きな縁がつながりがあってですね。でもうぶちはたくさん話します。佐藤さんが来年6年県に出るっていうから、なんで県にあんなのにしていいよって、東京行ってみんな暴れわやってって話したんですよ。女のね、すごい大先輩たちもいるからということで、そしたら今年本当は11月3日に、コンベンションセンターで高市早苗大臣、桜井よし子さんとか杉田凜先生、長尾隆さん、佐藤さん中心にこの JCU の綾葉さんのイベントやる予定だったんですけど、結局 LGBT の方の問題などがあってですね、これが来年4月に延期しました。で、それで延期になったもんですから大臣来ないということで、どうしようかなと思っている時ですね、12月2日に実は共和党の東京で共和党の大会があるんですよ。で、いろんな偉い人たちが出るんですけど、もう全部シナリオも計画も全部終わった後ですよ、この相葉さんたちに会って、最近ですよ、ちょっと俺がやると中村悟を出してくれって言ってですね、もう 99% 無理だと思ったんですけど、悟さんが出たら共和党は、フィリピンとか台湾有事、台湾沖縄日本守るんだろうって、そうではなくて当時はトランプさんも来る予定だったんですね。だったら沖縄が今台湾有事、尖閣問題、これまでミサイル中国から飛ばされて尖閣問題だったら沖縄が今最前線の場所に立ってるんだよって、共和党は沖縄守るよねって、日本守るよねって、だったら沖縄の人の中野悟さんを登壇してくれということでですね、これはちなみにじゃあ登壇するから絡んでしてって一切ないです。もう決まったすべて後ですよ。でもう一遍俺がやると、こっちに写真載っけてくれということですね、相当無理言って OK なんてなりましたんで、でちなみになんですけど、この前翔守さん23代国王様さんと一緒に食事して、佐藤さんと一緒です。もう翔守さんも出てくれということで、多分出る方向で今住んでますので、なんでお世話になってもいいじゃないですか、本当の本当によっていう夢で、そういったことですね。で実際沖縄、すみません、来年4月に一応さっき申し上げました、JCU CPAC ということで、中間悟先輩は来年から札幌、東京、大阪、福岡、沖縄ということで街でやってますけど、来年から4月の予定は皮切りに第一発目沖縄から高橋先生も来ます、コンベンションで。
俺この前先生とお会いしてきました、沖縄行きますということで、今日自民党県にいないんですけど、その辺で佐藤先輩に、県外でも沖縄県だけじゃなくて本当にあぶれていってほしいなということですね、考えております。そしてもう終わりますん でちなみに私思うのは、もともと沖縄、多摩県政廃墟をやめていったわけなんですけど、もともと昔は保守とか革新ってあまりなかったです。沖縄は、ね、長い琉球国っていうんですか、それから廃藩置県、それで戦争、みんなね大変先の戦争でもね終わった、うちのうちはとっても右も左もぶつかったんですけど、腹割った話で最後は酒飲んだりして、私の先輩たちみんなそうですよ。最近ね、マスコミさん来てるのかな、変な偏見を落としたりですね、私は右も左もないですよ。ちょっと今までだんだん日本の LGBT、自民党もいないか、今の自民党の LGBT 党首があってですね、非常に腹立ってるんですよ。でですね、皆さん、もう最後ですけど、我々琉球人間として誇りを持ってます。そしてさっき言ったように先住民じゃないですよ。最近の DNA 鑑定で割った琉球沖縄っていうのは最も日本人だし、日本人ということが DNA 鑑定で出てるんですよ。なんでそれはね、先住民って言ってますね、よく言うことを言えるんですね、教えております。そういった意味では我々先人たちが琉球航海マラッカまでねずっとやったじゃないですか。絶対できるって確信してます。皆さん一人一人が主人公です。皆さんが舞台の人間なんですよ。一緒です。そういった意味でですね、佐藤さんもこれから黒潮に乗って台風に乗って日本にもアジアにも世界にもこの会場の皆さんと一緒に達成しましょう。ありがとうございました。